やい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 や。まずは、ようこそ、僕の家にお越しくださいました。いえいえいえ。まあ、先ほどね、反省会、ことをしましたけれども、それよりも大切なことです。今回は、企画発表をいたしたいと思います。僕がさっき言いましたもんね。うん。まあ、もう少しで、旅行が始まるということにもかかわらず、君はどこへ行って、何をするのか、一切聞かされてないと。ね、弟くん。こんな計画性のないお兄ちゃん、来た弟くんと一緒に行かない。まあ今回ね、行き先がわからないということなんだけれども、これはもうね、俺の旅行記としての趣旨として受け入れていただきたい。断る。なんでよ。まあでも、実は今日、行き先わかります、君。お決まってましたー。君の頭の回転が早ければわかります、これは。だから、まあ今からね、何をしていただくかっていうとですね、はい、今から鉄道のクイズを答えていただきます。鉄道クイズ、はい、と鉄道の次クイズに答えていただきます。合格点は100点です。100点合格できればその時点で終了となりますけど、でその上でもしないと思いますけれども、万が一100点にいかなかった場合、お罰ゲームが待っていますので、わあ、まあ楽しみにしていてくださいね。じゃあそれでは第1問発表してよろしいでしょうか。ででん、いいですか。これは真剣勝負ですからね。まずレベルとしては、これはすごく簡単な問題です。お、簡単な問題。レベル1から5まであって、まあ大体1が一番簡単で、5が一番難しいっていうことを考えると、これはレベル1の問題です。はい。いいですね。絶対答えてくださいよ、これ。ああ、発覚されてる。いいですね。まず、JR 東日本の駅の中で、3番目に収益が多く、そして東北最大の駅である駅は何駅でしょう？ちなみにこれは宮城県の中心となっている駅でございます。おい、待て。なんだろうな。わかるだろ、わかるだろ。いや、わかるでしょ、これ普通に。そうだよね。俺はもうスパーンと答えていただきたいな。スパーンと。なんだろうな。はい、それではどうぞお答えください。あ、わかった。仙台駅だ。正解でーす。やりました。それではいきます、第2問。ででん、笑ってる弟くんが笑ってる。これちょっと待ってくださいね。これさ、わかる。絶対わかんねえ。
あ、トート君が、いきますよ、トート君の怒号が来た。これね、いきますよ、いきますよ、いきます。1948年に製造されました。日本最大最速の蒸気機関車で、特急ツバメ、ハトなどで活躍した蒸気機関車の形式を答えてください。ちなみにこれは狂気鉄道の蒸気機関車としての世界最高速度129キロを記録しております。129キロ、はい、時速でですか。はい、すごい、当時世界最速ですね。さあ、この蒸気機関車の形式を お答えください。絶対わかんない。わかんないだろうな。時速129キロで、当時は世界最速。そうです。あ、わかった。なんすか。答えは、うん、S の11。なんすかそれは。S の11って何ですか。お疲れ様です。残念でした。分かんない。いやー、まあ分からないでしょうね。はい、まあちなみにこの129キロを記録した車両がある博物館に保存されているんです。まあ、じゃあ答えの車両がある博物館に行きますか。まあちなみにディレクター、はい、ディレクターどこにあるか分かりますか。京都。違いますね。違う。もうちょっと手前です。手前っていうか京都よりも東側ってこと。そうだね。あ、リニア鉄道博物館。正解です。リニア鉄道博物館。あ、リニア鉄道館だ。そうです。これはリニア鉄道博物館に答えがあります。ですのでそれを今から見に行きましょう。ちなみに何県にあるかはご存知ですか。ああ、うん、何県ですか。名古屋。名古屋は県じゃないです。あれ、ね、言うと思った。あれ、愛知県です。あ、愛知県。愛知県名古屋市にあります。おお。ということでですね、旅行当日はですね、普通電車と新幹線乗り継いで、愛知県の名古屋、愛知県に行こう。イエーイ。ただだよ、君がちゃんと答えない限り変なとこばっかり行くからさ、ちゃんと答えてね。ちゃんと答えてよ。答えれるところはちゃんと答えてね。だから言ったんだよ、さっきさ、仙台駅って言ったじゃん。だからびっくりしたんだよ、俺。仙台駅は分かんなかったなぁ。いやじゃあ、ジャンプする。ジャンプする。うん、ジャンプして、ぴょんっつって、ひゃっ。あ、もうモザイクきついわ。だから、お前さ、こういうするじゃん。こう、縦長に。あ、違う、待って、縦長に、こういう、違う、ここら辺に。違う。何、君がいるじゃん。もうちょっとジャンプ取るでしょ。うん、もうジャンプするだろ。ジャンプした瞬間に下にカット。ええテレビでよくやんない。いや、普通それは普通上でしょ。普通こうだよね。あ、いや、さあ、じゃあそれでいいや、それでいいや。うん、あ、さあ、上カットしてからの下入りだっけか。あ、じゃあ上カットしても逆にモザイクをつける作業めんどくないでしょ。あ、じゃあお前で来とけ。なんで俺だっけ。あ、でもカメラマンでしょ、当時って。そうだね。だからどうせ映んないから。じゃあ行きます。はい、撮って。あ、うん、とりあえずじゃあまずは仙台駅に。そうだね、そうだね、仙台駅に。まずは仙台駅だね。仙台駅からスタートということになりますから、はい、じゃあ、仙台駅行きますか。じゃあ仙台駅行きますか。行きましょう。よいしょ、せーの。着きました。仙台駅に着きました。着きました。ここからですね、在来線に乗って、まあ、行くんですが、後ろを見てくれれば、こっちの方を見てくれれば分かる通り、あれ、何の改札だか分かる？新幹線。そうなんだよ、新幹線ですね。まあ、なんでかというとですね、ただいまの時刻、あと10分で9時です。本来乗る電車が7時です。何があったんでしょうか。誠に勝手だから2人とも寝坊しました。
れだよ、君は6時半に起きたんでしょ。行って起きたね。なんで起こさないんだよ何やってたんだ。携帯いじってた6時半に起こし、起きたんだったらさ、まだ傷は浅かったよ。いやきつくない俺たち、だってきつくないそれ。君がさ、俺の部屋にさ、こうやって入ってきたのさ、何時よ。7時半かな。7時半でしょ、1時間何やってたんだ、本当に本当ね、携帯ずっと知ってたの。携帯とね、本読んでたいや気づかなかった。初っ端だからこれだよ。大丈夫、頑張っていこうだから、まあとりあえず大宮まで新幹線ということで、はい、台風も来てるし、はい、できるだけ早く東京入りした方がいいかな。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、というわけで新企画始まりました。まあ新企画はですね、一応部類としては感情の旅に入ると思います。ただ感情の旅とは言ってもですね、毎回のようにですね、決まったその計画通り、計画表通りにですね、そのまま、そのまま予定を進めていくという方法ではなくてですね、今回は当てずっぽです。宿泊先も全く決めておりません今回は、行き先を決めるのはバッティ君です。バッティ君がいかにその鉄道クイズにちゃんとクリアできるかどうか、鉄道クイズにクリアできなかった場合は、その鉄道のクイズのその答えのある場所に実際に行くと。でですね、まあ、アップロードされた日、今日何曜日かはい、すいません、木曜日です。すいません、一応祝日ですけれども、大変申し訳ございません。本来ならばね、まあ分かってる方なら分かってるかと思います。本来ならば土曜日の7時にアップロードしなければならないはずなんです。ですが、お察しください。ちょっとですね、忙しいです、本当に。そこでですね、ちょっと今回からですね、アップロードする日程をですね、固定しないようにします。つまりもっと簡単に言うとですね、つまりまばらになるということです。土曜日にアップロードするのではなくてですね、もしかしたら日曜日にアップロードするかもしれないし、もしかしたら月曜日、火曜日になるかもしれません。まばらです。いつアップロードするかはわからない、ただそれだけのことです。そして、もう一つ重要なことを忘れておりました。多忙な時期はですね、これから先ずっと続くと思います。ですので、これから先はですね、さっき言った通り、そのまばらになるのに含めてですね、1週間に1度のペースは、多分ないかなと思います。ですので、まあもちろんその忙しくなかったら1週間に1度のペースでやりますし、忙しかったら2週間に1度、最悪3週間に1度という、そういうペースで、これから先ですね、大学生活、ずっと続けていけるような、ペースでアップロードしていければなと思いますね。次回からですね、しっかりと旅行始まりますので、今回なんかちょっとトークばっかりでしたね、すいませんでした。さて、それではご乗車今日噛むなそれではですね、ご乗車ありがとうございました。また次回もお楽しみに。